2022年2月に北京冬季オリンピックの終了とともに起こった、ウクライナ戦争。それが元で起こった小麦の供給不足による小麦商品の値上がり。小麦だけでなく天然ガスの供給不足による電気の不足。それに追い打ちをかけるような円の急激な値下がり。選挙中に起こってしまった。安倍元首相への銃撃事件。そこから始まる統一教会の過去。連続する北朝鮮のミサイル発射。中国による台湾への圧力。その一方でゼロコロナ政策に反対する中国国民。寅年は変革の年でありながら、激動の年でもあるそうだ。その中私は、家を購入しました。ローンのこともあるので、皆さんも住むところは早めの方がいいですよ。あとは嫁さん探しですかね。これも子育ての関係性早めの方がいいと思いましたね。お前の私生活なんかどうでもいいんじゃ。このチャンネルが登録者1000人を超えたお礼はどうしたんじゃ。いや、仕方がないでしょ。現実の仕事も忙しいし、 MMD 紙芝居と言っても手抜きしてクオリティは下げたくないし。ならエフェクトをもっと使わんかい。動きを入れて動画に展開。そんなことを言ってもどういうわけか。動画として録画ができないし。で、私たちのゆっくり解説はどうするのよ。ゆっくり解説は MMD 紙芝居に比べてあんまり動画再生数が伸びないので、今は休止中といったところですかね。まあ、機会があれば作れればなーってところですかね。MMD とゆっくり解説、作るのはどっちが大変なんだ？作文の作りやすさは断然 MMD の方。何しろ自由に作れる。逆に解説の方は裏取りをしなくてはならないので、作文を作るのに時間がかかりますね。その一方、動画の制作は MMD の方が思いっきり時間がかかりますね。2022年全体的に作った動画作品は12本。MMD 作品が9本に対してゆっくり解説は4本。約月に1本のペースでの投稿となっており、大量に生産するよりも一つ一つを確実に作っていきたいので、視聴者の皆様には末永くお待ちいただければと思います。それなら深夜まで作成に取り掛かればいいだろ。本職の仕事もあるのであまり疲れは残したくないのと、年のせいか眼精疲労がひどく、そのせいで後頭部を殴られたような痛みがあるので。それは甘えです。他の投稿者を見習いなさい。このクソまんじゅうが。現在の登録者数は12月1日時点で1553人。去年の同じ時期では392人。圧倒的な登録者数の伸び方をしました。今年の作品は圧倒的に MMD 作品の観覧数が多く、そのために MMD 作品に力を注ぐようになりました。その中で群を抜いて大きく視聴されたのが、五大老王位に悩むでした。自身の作品の中では30日で初の3万5000回を超えた視聴には驚かされました。まさにババアパワーと言いますか。すみませんすみません。許してくださいー。この回は五大老の人気だけでなく、視聴者に大きなインパクトと笑いを提供された、そばかすマリサの人のモデルの力も大きかったと思います。次に多いのが、虎丸昭和12司会を作りたいでした。今年は虎年ということもあり、年明けから虎丸を題材にした絵の投稿も多く見られたので、これをきっかけに、幻想郷の住人で12時に当たる人物は誰かを考え始めたのがネタでした。再生回数は30日で3600回ほどでして、投稿から30日後でおよそ2000から3000再生が普通といったところなので、割といいペースで伸びました。しかし、なぜか霊夢、マリサ、ヨウムを題材にした、誤り方を教えますは30日で約1000再生なので、なぜか伸びなかったというよりも、冒頭で、オカミシティの独り言と、オゼウディストピア飯を食す、の後日談を入れたため間延び延びしたのが理由かな、とは思いました。ソラールさんを題材にした作品も、想定をしていた通り30日で683回再生。やはり伸びはしなかったけど、このあたりからキャラを知らない人のために、名前を掲示するようになりました。投稿の世界観は他のアニメや漫画の作品との親和性が取りやすい上に、MMD には多くのキャラクターが作られているので、自分の MMD 作品には何度か登場しています。そのため自分の MMD 作品においては、旅人という独自の文言を用いて、作品に取り込ませております。旧地獄の鬼たちの雑談は30日での再生回数は3680回再生。平均的な数字ですね。去年の作品、小野塚小松クリミナルからの続きと、鬼というキャラを幻想郷に集めたらどうなるかいう妄想で作りました。純粋に投稿だけを好む人には申し訳ないけど、そういう作風で作ら、させていただいています。そういうこともあるせいか投稿 MMD 作品を、想像するのは自由で楽しいということもありますね。確かに MMD 紙芝居といえども、作るのは時間がかかったぜ。
今回は登録者1000人突破記念に、私たちが MMD 作品というよりも、このチャンネルの宣伝動画を作ってきたわよ。それじゃあどうぞ。嫌な予感しかしねえな。え？知らないです。それは食べられる人なのか？あたいは最強なのだ。さあ、聞いたこともないです。セガなんちゃだせよな。帰ってプレステやろうぜ。何でもかんでも人に聞くな。自分で考えろ。おかみ、もう一杯漬けで。先生、漬け代払って。あんな動画なんか見たら脳に致命的な損傷が出ます。現に姫はネット廃人になってしまいました。ほら、兄貴の好きなけじめってやつですよ。ちなみに骨は切りづらいから関節に刃を入れ、切る前に指を縛った方が出血が少なくて済むそうだぜ。絶望した。現代人の言葉遣いに絶望した。昨夜てめえはアリジミなんちゅうもんを食べさせるにゃー。山岡湾のアリ同様、カスヤでー。ケイタくん、そんなの簡単だよ。悪いと思うなら自ら腹を切って詫びを入れるべきだよ。おかみ、酒と焼きやつねうなぎを。悪いが今回も漬けで。いい加減漬け代払え。アンバサ水割りで、それとつまみに杉の小村を。カスが奇跡的に集まった。ふふふふ、ミスチー誕生も可愛いでしゅね。今日は君を注文しようか。お前は帰れ。余談ですが、人里ではやっぱり撲滅委員会というのがあります。あ、それは誰だかわかるからその件はいいわ。あの作例の巫女に至っては雑草とその剣の虫を主食とし、幹や風格割れるかの人を行っています。あの巫女という日常と食生活をしてるんだよ。何見てんだよ。入るときはノックくらいしろよババア。それとジャンプ買ってこい。おい、切り抜き動画というよりも偏見に満ちた内容だな。みんな、チャンネル登録を解除するんだ。こんなところを登録してもろくなことがないぞ。やめろ、なんでそんなことを言うんだ。うちのチャンネルを潰す気か。いや、現実の仕事も忙しいだろうから、休ませてあげようかなっと。そうだとしても、最悪なやり方だな。さて、2022年の投稿はこれで最後になります。まさか今年は現実でも動画投稿にも大きな変化が訪れました。来年2023年も同じように無理なく作品を作りつつ、自分の幻想郷を作りつつ、個人的に人里の子供たち以外のオリキャラも作りたいな、とも思います。それ以前に作れる技術を身につけないとな。というわけで2023年もよろしくお願いします。